ゴールデンボンバーから本日皆様に重大な発表をさせていただこうとこの場を設けさせていただきました。僕たちゴールデンボンバーは本日をもちまして転職します。僕たちゴールデンボンバーは怪盗になりました。これ煙多すぎじゃね？大丈夫？大丈夫。何も見えないよね。何も見えないね。大丈夫これ。よろしいでしょうか。よろしいですか。今センターの少し右側にステージから見て右側行きますので、そのまま右側に座ってください。親愛なるゴールデンボンバー諸君、私たちは怪盗フルーツ。一つ話がある。君たちは歴史に名を刻みたくはないか。私たちと一緒に世界を股にかける怪盗になろう。怪盗フルーツジェイクとディーディー、追伸怪盗になると女の子にモテモテだというのがしました。でそれでメンバーと相談して、ね、こんな手紙をもらったらやるしかないなとみんなで相談しました。うん、皆さんから急振りお願いしてもよろしいですか。そうしょうがないな。なるほど。せーの。それではヒント動画スタート。俺たちが怪盗フルーツだ。君たちこの謎が解けないんだって。仕方ない。ヒントを出してあげるよ。だけどそう簡単には教えられないのさ。今から俺たちがやることをよく見ておくんだ。スカートめくりプロセス。ルールはこちら。女子レスラーのパンツにヒントが書かれています。挑戦者はスカートをめくってそのヒントを読み上げてください。挑戦していただくのはキャン豊さんです。出よ頑張って。男の力を見せられ。沈んだ。チェンバーは沈んだ。もう続きはぜひファンタを買ってみてください。はい、はい、これもう本当すぐ買わなきゃですね。今後は怪盗として派手派手しく活動していきます。まずはねファンタのフルーツを盗みましたので取り戻したければファンタを皆さん買ってヒント動画を見て暗号を解いてください。ヒント動画はどれも傑作です。以上です。重大発表というから解散かなんて。解散、まあ、確かにいつでも解散の危機なんですよね、うちは。そうなんですか。そうですよ、だってこんなエアバンドってあの前例がないので、うん、いつでも、ま、今年消えるだろう、今年消えるだろうって言われてるんで、もう僕らとしてはもういつ消えてもいいと覚悟はできてるんですよ。それともうネタ切れなんですよ。え、そうなんですか。ネタ切れなんですよ。結構今迷ってる時。迷ってますね。そうですね、最近あのセカワの人と被るっていうのがあるんですよ。DJ ラブさんとね。キャラクター的にもう負けてるって、ね、ポジション的に負けてるかなって思うんでちょっと恐ろしい、ちょっとビクビクしてます。やっぱり数々の作品作り出してますけど、ええ、ゴーストライターではないですよね。あ、ありがとうございます。どういうこと？何の俺？それない。ないですね、ありがたいことに、うん、でも僕も降ってくるんで言ってることは同じなんですけどね。降りてくるんですか。降りてくるんですよ、うん、メンバーから見てやっぱケリュウィンさん才能あるなっていうのはあるんですか。ありがとうございます。キャンさんどうですか。まあ僕は作曲できない身なんで、うん、まあそのできない身から言わせてもらうとやっぱりあのまあまあですね。いやいや、はい、褒めろよ、はい、褒めろよ普通に。まあでももう溢れるほどやっぱ作品が生まれるわけですね。そうですね、長年こう付き合ってきてこういろんな客あの曲作り出してきてますけど、うん、どの曲もまあまあですね。そこ褒めりゃいいじゃん。なるほどね。ぜひその CD とか出すときは、うん、
パンタさんにタイアップを。すみません、勝手なこと言ってすみません。今年10年目なんですけど、なんか今年なんか活動予定とか。いや10年目なんですけど、10年目なんですか、そのね、びっくりしたね。僕ら2人で始めたんですけども、あれだよ、よく家に入り浸ってバンド組んだら面白くねみたいな、あ、じゃあゴールデンボンバーだって。ああ、名前をゴールデンボンバーの名前を発してから10年経ったってこと。そう。それグダグダして、それから2年間ぐらい何もしなかったんですよ。だから実質8年ぐらいなんですよ。なるほど。でも10年目でこの度エアバンド卒業するっていうお話だったので、実際に演奏を始めてみるっていうのはいかがですか？それはないですね。やってみるか。それ100% ないですね。それないですか？本当センスがないですよ。センスというか、センスもやる気もないもんな。そうなんですよ。なんならもう音楽に対してちょっとなんか嫌いという意味も最近出てきましたし、ね、本当に嫌になってきた。嫌悪感がちょっと。実際演奏してみたらどのぐらい演奏できるんですか、皆さんも。どんぐらいだろうな。ひどい。なんか小学生が初めてピアノを弾いてみたぐらいですかね、多分。まあ、サマルコーさんぐらいだよね。うん、そうだね。